今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、指原莉乃完全終了でございます。指原莉乃さんって、元 HKT48 アイドルよね。卒業してからはソロで活動しているし、バラエティなんかでも見る機会は多いぜ。卒業後は見なくなることも多いアイドルですが、指原さんは成功していると言えるでしょうね。今回は何が起きているのでしょうか？では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。指原さんが HKT48 を引退したのは2019年のことです。今は2024年だから、5年以上ソロで活躍していることになるわ。アイドル卒業後は歌手とか女優って人が多いよな。でも指原さんはバラエティ特化なイメージがあるぜ。指原さんはトークのテンポが良く、歯切れのいいコメントを連発できますからね。彼女一人いるだけで盛り上がり方が全然違うということも珍しくありません。確かにトーク上手なイメージはあるわよね。当たり障りのないコメントをするだけなら指原さんでなくとも構わないのですが、彼女の場合はテーマの本質をきちんと踏まえた鋭いコメントを出せる点も、様々な番組で重宝されている理由と言えるでしょう。無難なトークをするだけならその時流行りのハーフタレントあたりに、やらせとけばいいもんな。元 HKT48 劇場総支配人、音楽プロデューサー、作詞家、YouTuber など MC やタレント以外にも様々な顔を持つ指原さんは、元アイドルの中でもトップクラスの成功者と言ってもいいでしょうね。歳だってまだ若いわ。完全終了にはまだ早いんじゃないの？今回指原さんが炎上しているのは、松本人志さんの性加害疑惑に関する、コメントと過去の行いを原因とするものです。松本さんの性加害疑惑は本当にいろんなところがよく燃えているぜ。2023年の末頃から世間を騒がせている性加害疑惑ですが、これは週刊文春が松本さんが過去に飲み会と称して女性を連れ込み性的暴行を加えられたと主張する女性がいると報じたことから始まりましたね。松本さんは芸能活動を休止しちゃうし、業界もてんやわんやだったわ。世間芸人や女性セレクト指示書など様々な言葉が飛び出した。事件と評してもいいくらいの出来事ではありますが、ここではこれらに関することや被害者とされる人の解説は行いません。過去に紹介してもらったこともあるしな。被害者の紹介みたいなのもないってことは、指原さんが松本さんの被害に遭った、という話でもなさそうだぜ。はい。そういった話ではないですね。それなら指原さんとは全く関係ない話じゃないの？指原さんの立場が立場だけに、松本さんの件に関する、コメントを求められたことがありました。松本さんを全面的に擁護するコメントをした人が批判される傾向にあるよな。性的加害に関する今の世間の敏感さを考えれば当然のことではあるが、つまり指原さんがお世話になったからと、松本さんを全面的に守るコメントをしたから荒れているのね。確かに指原さんは松本さんとの親交が深い人物ではあります。ワイドナショーでは共演していますし、コンサートのサプライズゲストに松本さんが現れたこともありましたね。アイドルのコンサートのサプライズゲストに松本さんが現れるの、ちょっと面白いな。なので指原さんはどちらかといえば、松本さんよりのコメントを出すかに思われました。しかし、彼女が触れたのは性加害報道に関する世間のコメントに対する批判だったのです。松本さんがどうこうというわけじゃないの？松本さんを信じ被害者を名乗る女性に容赦ないコメントをする人は後を絶ちません。本人らへの誹謗中傷はもはや論ずるに値しませんが、そんな飲み会にのこのこ参加した女性側が悪いんじゃないの？8年も前のことを今さら暴露って、といったコメントが目を引きますね。すぐに警察に行かなかったのに今さら蒸し返すなというものもありました。性的暴行を正当化しているようにも聞こえるぜ。こうしたある種不当な物言いに対し指原さんは、そういうコメントがそもそも一種のセカンドレイプなんじゃないか、8年前のことっていうニュアンスも、私はすごく良くない風に感じます。時間が経っても同じように扱うべきだと思うので、被害者とされる方に常に寄り添ってもらえるような雰囲気になったら、いいのになと思います。とすごく真っ当なコメントをしています。めちゃくちゃ筋の通ったコメントじゃない？まっちゃんはそんなことしない、と信じるのならそれでいいと思うが、性加害そのものを否定せずに女性側が悪いとするのは変な話だよな。指原さんの考え方は多くの人から賛同を得ていますが、松本さんと親交が深い彼女がこのようなコメントをしたことは松本さんへの裏切りだとして攻撃する人もいるのですよ。松本さんは間違いなく性加害をしています、なんて言っていないわよ。
むしろ性加害があったことを断定しない言い方になっているじゃないか。だからこそ被害者とされる方なんて呼び方をしているわけだろ。指原さんが慎重な性格であることがわかるわよね。過激な松本さんに言わせれば、松本さんを擁護しなかったことが、罪ということかもしれませんね。性加害や松本さん同行じゃなくて、被害に遭っていたとしても女性に非があるという風潮に物申しているだけなのにな。過去に受けた暴力や暴言は深い傷になり、トラウマという形になって心に根付きます。性的暴行などは特に衝撃的な出来事ですから、PTSD となって日常生活に支障が出ることもあるでしょう。やっぱり指原さんが正しいわよ。何年前のことだろうが、辛い思いをし続けたのであればそれを暴露するのは間違っていないもの。特に多くの人から称賛を浴びたのはやはりというべきか、時間が経っても同じように扱うべきだと思うという部分でした。しかし、指原さんのこの発言は自分の首を絞めることになってしまったのです。何も間違っていないのに、どうしてその発言が問題になるんだよ。松本さんの性加害疑惑報道以降、芸能人の過去の発言が、掘り返されるということが増えました。そういえばそれで大炎上した芸人さんもいたわよね。例えば今田耕司さんは過去に出演した番組で手術後で意識のない女性の胸部を触ったり、所長がまだの女児に手を出したといった恐ろしいエピソードが暴露されましたね。よりにもよってダウンタウンの番組での話だったよな。仮に本当のことであれば鬼畜という言葉では済ませられないくらいの下道だが、まさか指原さんにもそんなエピソードがあるのか？フットボールアワーの後藤輝元さんと共に MC を務めていた、地元ファン獲得バラエティ HKT48 のお出かけ、という番組がありました。その頃はまだ指原さんも HKT48 のアイドルだわ。問題となっているのは2014年に放送された回での番組映像です。そこには指原さんが当時11歳や13歳の後輩メンバーの口にキスをしたり、胸に触れている場面も含まれていました。それは発掘されたらまずい映像だぜ。10年前ですから、指原さんが22歳か23歳くらいの時の話ですね。当時同グループのメンバーであった宮脇さくらさんは番組内で、サッシーは幼女のバストを見ます、と堂々と暴露しています。サッシーっていうのは指原さんの愛称ね。幼女というのは小中学生の後輩くらいのニュアンスで使っているのかしら。はい。幼い後輩メンバーが着替えている際、ちょっと見せてよと言って服をめくって直にバストトップを観察していたんだとか。宮脇さんらメンバーが大げさに表現したとかそういうことじゃないのか？指原さんもその場で認めていますからね。そもそも映像が出ているもの、言い逃れできないわよね。HKT48 のメンバーのほとんどが同じようなことをされているのかしら？その時隣に座っていた柏木由紀さんや渡辺真由さんのような、成人女性のバストトップには興味がなく、なるべく若いメンバーを選んで、服をめくり上げていたようですよ。なんで若いメンバーをターゲットにしていたんだ？成人女性のものは風呂に入ったりした時に自分のを見られるってことなのか？マリサの推理はほとんど正解と言えるかもしれません。若いメンバーのバストトップを見て自分の子だったのかなと、振り返ると言っていますからね。だから同じ成人女性のメンバーには興味がなかったのね。このようにアイドル時代の指原さんは後輩アイドルへのスキンシップが過剰でした。このことから指ハラスメントという指原とハラスメントを合体させた造語も完成しており、本人もネタにしてたのです。過去の自分は堂々とハラスメントを行っていたんだな。指原さんは2013年に当時の過去最高票数で選抜総選挙で1位を獲得したトップアイドルであり、同年にメンバーと兼任する形で、HKT48 の劇場支配人になっていますね。劇場支配人というと、文字通り AKB48 みたいなアイドルたちが活動する、劇場の支配人だったかしら。要するに運営に関する偉い人よね。そういうのって秋元康さんがするんじゃないのか？秋元さんはプロデューサーであって支配人とは異なります。ポジションが違うんだな。当時の指原さんがそこまで考えていたわけではないと思いますが、結果的に所属して間もない幼少メンバーよりもはるかに高い位置にいる人物からのハラスメントを行っていたということになりますね。一気にどこかで聞いたことがある話になったわね。松本さんの被害に遭ったと告発する女性の中には当時芸能人だった人もおり、松本さんの怒りを買うことで芸能活動が立ち行かなくなることを恐れたという人もいました。いろんな場面でたびたび耳にする芸能界の闇って感じだぜ。性行を伴うような暴行じゃないからセーフとはならんだろうな。アイドル同士が親密なスキンシップを取ること自体は珍しくありませんし、問題にもなりません。むしろファンがそういうのを求めてるとこがあるわ。
しかしそれは対等な立場にあるアイドルによる密な交流の話であり、後輩にハラスメントをすることが求められているわけではありませんよね。セクシャルハラスメントは同性でも成立しうるもんな。これについては後輩アイドルから被害という形で申告されたわけではありませんが、嫌な思いをしたと感じたのではないかという声も上がっています。特にキスした件はファーストキスを先輩に奪われたのではという見方もありますね。大切なものを取られたということね。映像では一部のメンバーは嫌がっているようにも見え、その通りであれば指しハラスメントは自分が見たいという欲求を立場を利用して満たしたとも言えるでしょう。松本さんに厳しいことを言っておいて自分も同じようなことをしているじゃないかってことか。上位の立場の利用という意味では松本さんよりもジャニー北川さんと一緒だと考える人が多いようです。社長と先輩という違いはあるけど、同じ事務所の人にされたというところは確かにジャニーさんっぽいのかも。指原さんのインスタグラムにおいても、昔のことだからと逃げないでくださいといったコメントが多数寄せられ、現在大炎上中となっていますので、最悪このまま姿を消すことになってしまうかもしれません。芸能人の昔の発言が掘り返される時代になってしまったというか、なってくれたというか、どんな綺麗な発言をしても昔のお前もこんなことしてたよなと言われるのであれば、若い芸能人たちも迂闊に強気な発言や行動もできなくなってくるぜ。MC やタレントとして活躍し、松本さんの性加害疑惑についても立派なコメントをした指原さんですが、現在はその発言と過去の行いのおかげで炎上していることがわかりましたね。ああ、発言がブーメランのように自分に返ってくることを恐れているからこそ、無難なコメントしかできないという芸能人はいるかもしれません。本日も閉店させていただきます。ミルでした。